ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日、それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。カスタマイズしましょう。その4。俺カスタネットしたい。しゅんた危ないけんうろうろせんで。俺もカスタネットしたい。カスタネットやなくてカスタマイズね。親父の自転車のカスタマイズ手伝ってから、しゅんたのカスタマイズ熱が上がりっぱなしですな。私が DIY 始めたらすぐ来たもんね。はよ棚の改造終わらせんと、しゅんたがめんどいぞ。あとこの棚板をつけたら終わり。おお、元あった棚がここまで拡張できた。ひとみさん筋いいんやない？俺の指導のおかげ。そこはひとみさんがやりましたでいいやん。しゅんたおいで。まいずずるよまいず。今からこの棚を真っ白に塗ります。俺塗る。はい、ハケを持ってペンキをつけてこうやって伸ばす。ビシャビドシュー。おう、シュンとうまいな。何しようと。ああ、おかえり。棚に色塗り中。マリンも塗るか。うん、塗る。汚れてもいい格好に着替えてき。よし、こんなもんやろ。わあ、姉ちゃんがつける。シュンタからペンキつけてきたっちゃろ。さっきまであんな仲良く作業しよったのに、もう喧嘩。しっかりシートで囲っとってよかったわ。マリンとシュンタでペンキつけ合うとかさ。なんどうしたマリン。え、パパママなんで笑いようと。お前たち、お互いの顔しっかり見てみ。二人とも顔真っ白よ。お公家さんみたい。姉ちゃん、面白い。シュンタ、その顔で笑わんで。とにかく、早く顔洗ってき。はい。面白いって言葉は、昔の人の白塗りの顔から来たらしいけど、確かに面白いよね。笑った。でもこうして家族で一つのもの作るのが楽しいんですよね。そうね。あ、この棚乾いたらみんなで絵を描くのどうですか？ああ、いいんじゃね？え？親父の悲鳴？あれ、子供たちの白塗り画を見たんやない？静かになった。お父さん大丈夫かいな。じいじだ。あ、子供たちが泣いた。笑ってる。リンクの貝月ラナと大空リコです。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローお願いします。ポッドキャストもリンクリック。